皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。いつも私たちの動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画なんですが、占い師になりたい方、そして占いに興味のある方必見のルノルマンカードのカードの意味を詳しく解説するという動画になっております。普段から占いのレッスンなどで来ていただく生徒様から、どうしてもカードの意味を覚えることができませんとか、なんとか覚えることができたんですけれど、なんだか自分の質問とカードの意味がしっくり合いませんとか、どうしてもワンパターンなリーディングの仕方になってしまうなどというお悩みの声を伺うことが多々あります。これはなぜかというと、一番やってはいけないカードの意味を丸暗記しようとした結果なんですね。ではどうやってカードの意味を覚えればいいのと皆さん思っているかもしれないんですけれど、ルノルマンカードはカード1枚1枚に1つのシンボルが描かれております。このシンボルから連想されるイメージ、それがキーワードになっているんですが、どうしてそのキーワードが使われているのかという背景を知るということが一番大切です。どうしてこのキーワードが使われるようになったのかの背景が分かると、自分がした質問に何が一番しっくりくるのか、どうしてこのカードがその質問に対して出たのかというのがだんだん分かるようになってきます。ですので、その詳しい解説などを、今後ね、この動画を通じてお伝えさせていただければと思っておりますので、ぜひ皆様の日々のリーディングにお役立ていただければと思っております。それでは画面を切り替えて早速解説を始めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。まずは1番の騎士のカードから解説をしていきたいと思います。この騎士なんですけれども、馬に乗った騎士ナイトが嬉しいお知らせをあなたのもとに届けてくるというカードです。ここで注意しなければいけないのは、この騎士が若々しい印象の男性だということです。エネルギッシュで躍動感があり、積極的に果敢に勇敢に前に進んでいく騎士が嬉しいお知らせを持って馬に乗ってやってくるわけです。ですのでこのカード、たまに女性が描かれている場合がありますが、あくまでも男性をイメージしているこのシンボルなのでご注意ください。そして年配の男性を表している場合でも、その男性が若々しい印象だということになりますので、その点もご注意ください。以前の動画でもお伝えしましたが、ルノルマンカードはカードのイラストからイメージを膨らませるのではなく、このシンボルから連想できるキーワードを組み合わせて物語を作っていきます。そのためカードのイラストに注目しすぎてしまうと失敗してしまうので注意が必要です。このイラストのように騎士と馬が反対の方向を見ていると、見ている方向が違うなどという読み方になってしまいますが、通常のこのカードのリーディングではそのような読み方はしませんのでご注意ください。早速キーワードを見ていきましょう。嬉しいお知らせ、良いお知らせ、嬉しいメッセージなどはもうイメージができていると思います。そしてスピードという意味なんですが、急いでやってくるために馬に乗っているのでね、これは早く急いでという意味にもつながります。そしてこの時代の早く移動できるものは馬でしたが、現代社会に置き換えると乗り物、車やバイクなどに置き換えることができます。そして馬というのは乗馬ということで、運動やスポーツにもなります。ですから運動に関すること、スポーツに関することということも読めてくるわけですね。さらに男性が自ら馬に乗って
急いでやってくるわけですから、積極的、行動力がある、エネルギッシュ、そして若々しい印象の男性だということも読めてきます。そして現代ではこのメッセージを届ける、嬉しいお届けをするというのが宅配業者さんや郵便局の方というところから小包、宅配などということにもつながるキシンボルになっております。以上の点を踏まえて、ご自身がした質問に対してこのカードが出たら、どうしてこの意味につながるのか、自分の質問にどのキーワードが当てはまるのか、なんでこうなったのかなどということを考えてリーディングをされると、少し今までとは違った視点からリーディングの幅が広がると思うので、ぜひお試しくださいませ。今回はここまでとなりますが、皆様カードの背景はご理解いただけましたか？今後もカード一枚一枚の背景などを詳しく解説していきたいと思います。ぜひ日々のリーディングにお役立ていただき、ルノルマンカードの世界を楽しんでいただければと思っております。ぜひまた今後もね、このように皆様が楽しんでいただける動画を、私をはじめルーチェ占い師一同頑張って作っておりますので、ぜひ高評価ボタンとフォローで温かく応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。